NHK 岡山放送局は、岡山県を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局である。岡山、香川両県の民放テレビ局が両県を合わせた地域を放送対象地域にしていることから、岡山県のみをエリアとする唯一のテレビ局でもある。現在、NHK 岡山放送局がある、リット式ビル全景前述の通り、 リットシティビルの南東一から三階を使用しており、一階に車庫、時間外出入口、二階にエントランスロビースタジオ、職員通用口、三階がオフィステレビスタジオのスタジオサブなどとなっている。二階ロビー部分はハートプラザとして一般公開されており、ロビー隣のテレビスタジオについても番組が制作されていない時には、 ロビーとの稼働時期を解放して、ハートプラザからスタジオ内部が見られるようになっているほか、ロビー部分をテレビスタジオの一部として使用する場合もある。また、ロビー東側の岡山シティミュージアムとの共有スペースである光の広場は、同局の実質的なオープンスタジオとなっており、生放送など各種公開イベントが行われているほか、かつては月間岡山虎の穴の収録も行われていた。 NHK 岡山放送局所外局社勤、鉱山放送所以下の地上アナログ放送は2011年7月24日に運用終了、停波。西木ラジオ放送所テレビジョン放送、FM 放送、編集 FM の中継局を設置しているつぼね。アナログ UHF テレビ出力10ワット以上のつぼね。全放送事業者が地上デジタル放送の中継局を設置しているつぼね。 放送区域内世帯数1万世帯以上のつぼねを掲載。その他の中継局については、岡山県、香川県の放送を放送送信賞参照されたい。AM 放送、編集2018年改編で、土日祝、年末年始のニュース、気象情報は原則として、選挙、災害時等を除き、広島からの終日中国地方向け放送に移行し、さらに2020年改編で、 昼前直送便の岡山県向け枠が、火曜11時50分、11時54分に縮小され、月曜及び水曜く金曜前編及び、火曜11時30分、11時50分、11時54分、12時が、広島からの中国地方向け放送となり、岡山県向け放送は、平日の、おはよう岡山、正午のニュース、もぎ立て。 岡山ニュース845のみに縮小された2020年新型コロナウイルスの流行に伴い感染予防を呼びかけるキャンペーンを民間放送各局と展開。テレビでは岡山県と香川県、ラジオでは岡山県の各局と展開。また、テレビにおいては四国ブロックの NHK 高松放送局も参加している。参加局などは以下の通りありがとうございます。